さあ頂上まであともう少し、一緒に行こう、行こう、行こう。やっぱり一人で登ってる人いる。箱田さんのスキーを履いて登ってるルーマニア人、アメリカのスノーボードを背負って登るフランス人、そして山を自分の家にする東京の方。やっぱり岩木さんも国際的な山になりましたね。その方バートンが大好きです。今日は犬の散歩ですか。そうです。あ、いいですね、はい、ありがとうございます。見てますよ、登録してますよ。あ、ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。楽しんでください。3月にやって5回目ってたかな。ソリで上がっている方がいる。青森県で最も高い山はどれでしょう。正解は岩木さん。あともう少しじゃない、半分も登てない。岩木さんはあっち、箱田さんはあっち。早いね。3月8日国際女性デー、今日の青森市内の気温は10度まで上がる予定です。そしてガッポ公園の桜は咲きました。もう1ヶ月早いって。誰かいい加減二酸化炭素の蓋をしてください。誰も聞いてないね。なんかいっぱい来た。おお、みんな早い。そしてあの飛行機も速い。多分ガラガラだからでしょ。下にもいっぱいいる、いっぱい来てる。ここはちょっと急だね。さあ行こう。ここでクイズ。岩木さんは何メートルでしょうか。そう、頂上はすぐそこ、625メートルでした。じゃあ春夏秋、岩木さんを車で登りたいなら頂上まで何カーブあるんでしょうか。正解は69。皆さん何考えてるんですか。69カーブでした。フランス人発見。コモンサバスーパービアー。ジャドールラネージ。やっぱり速い人たちがいる。負けない、頑張る。だって下りだもん。箱田スキー履くと上りも下りに見える。はあ、まだまだある頂上まで。まあフランス人は速いな。まあしょうがないね。続きましょう。まあ意味わからない。みんな辛い思いして上まで登って、後でまだ下まで行く。なんで。ああ、フランス人の次にイギリス人か。負けない、行こう。急げミハイ。ああ、もう一人いる。ああ、そして私が迷ってる間に日本人に抜かれた。ああ、やっぱりここ日本の山だ。頂上だ、頂上。青森県の頂上に着いた。ああ、小屋がちっちゃくなってる。わあ、お疲れ様です。お疲れ様です。あれ、ストーリーは、あ、まだいない。着いた、青森県の頂上だ。いただきます。頂上に着くと義理のお母さんのおにぎりは一番うまい。白神山地から味ヶ沢から13校、イングリス人、フランス人、ルマニア人。I got your Mihai. I don't got mine. 行きます。はい。ありがとうございます。どうも。またどこかで。はい。またお願いします。気をつけて。はい。
まあのフランス人は早いですな、負けないぞ。おはようございます。おはようございます。どうも。おはようございます。頂上まで。